レトロシア・シベリアの町に突如現れたシロクマ町中をうろうろと歩き回る姿に住民も驚きの様子この町でシロクマが目撃されたのはおよそ40年ぶりとのことで餌を求めてさまよってきたようです当局によりますとシロクマの本来の生息地はこの町から数百キロ離れた場所にあるそうですが 昨今の温暖化により生息地の環境が変化しシロクマが人の住む地域に迷い出る例が目立ち始めたとのことです。